トガリー市、よすけオ遺跡、トガリ遺跡の現状、トガリー市、ヨスケオネ遺跡は、長野県茅野市豊平にある、縄文時代中期の集落遺跡。南側のトガリ遺跡は、戦前から発掘されてきた、縄文時代を代表する遺跡の一つとして知られているが、現在では、同遺跡と浅い差は一つ隔てた北側の大地上に、ある、 与助尾根遺跡と一括して扱われることが多い。戸狩医師の名称は、遺跡の南側にあった三角水上の巨石の通称に由来する。遺跡周辺は、史跡公園となり、園内には、地野市、戸狩医師縄文港古館がある。戸狩医師遺跡から出土した、蛇体取っ付け川原家、戸狩医師遺跡の名前の由来となった、戸狩医師厚ヶ岳西川山六地帯の、 大戦場地上にある標高1050から70メートルの東西に広がる長い台地の上にある。前述のように台地の中央部に沢が走り、北側が与助ケオ南側がトカ石にあたる。トカ石遺跡を最初に学会に報告したのは1893年考古学者小平昌平地によってであるが、本格的な発掘調査を行ったのは地元の考古学者、 宮坂栄一である。宮坂が遠遺跡と関わったのは、1929年、伏見宮広秀王が行っていた発掘を、小平昌平地の弟で、俳句の師である、小平節人と共に手伝ったのが最初である。1930年から独力で発掘を開始し、同年にはロア島発掘。1940年からは、縄文集落の確認を目的として、 本格的な発掘を開始し、途中太平洋戦争を挟んで、発掘は1952年まで続けられた。また、1946年には、ヨスケオネの発掘にも取り掛かった。ヨスケオネは1935年に現地を開墾中に発見されたものであったが、この時までほとんど手付け数であった。宮坂は、縄文土器び、石を手がかりに住居を探すもので、 トガリ市では、縦穴式住居跡三十三箇所を、はじめ、五十三箇所のロアトや列石、縦穴群、屋外梅髪などが発掘されたが、土器に比べ石器の湿度が極端に少なく、特に石属が少なく、打声石符十五、破片八が見つかっている。また、ヨス尾オでも二十八箇所の住居、石属十、打声石符十四、破片四、魔性石符、石皿、 大石など多数を発掘している。宮坂は、罠領と栗林、国曜石の交易が行われていたと考えた。それに対し、藤森栄一は主猟最終以外の何かの制御、例えば焼き畑農業が存在したのではないかと考えた。この集落遺跡は、東西170メートル、南北90メートルの範囲を、有事型に巡り、中央に、 広場が存在していたことが判明し、これによって日本で最初の縄文時代の集落の存在が確認された遺跡となった。当遺跡は、ト狩リ石器時代遺跡の名称で1942年10月14日、国の史跡に指定された。宮坂の尽力によって、当遺跡は縄文集落研究の原点とされる重要な遺跡と位置付けられ、 1952年3月29日には文化財保護法に基づき特別史跡に指定。1993年4月6日には、与助尾根遺跡の区域が特別史跡に追加指定された。追加指定分を含む特別史跡指定範囲の面積は66,933.405平方メートルである。ありがとうございます。